ソーラーオービターは欧州宇宙機関の太陽観測衛星。2020年2月10日にケネディ宇宙センターからアトラス V で打ち上げられた。地球からの観測が難しい太陽の極地方を詳細に観測し、内太陽圏と太陽風の発生過程の測定を目的としている。どちらも太陽がどのように太陽圏を作り制御しているのか。 という問いに答えるものである。太陽の見かけの大きさの比較。地球からとソーラーオービターから。ソーラーオービターは、エサのコズミックビジョン2015から2025プログラムの中規模ミッションの初の衛星として選ばれた。当初2018年10月に打ち上げの計画であったが延期され、2020年2月に打ち上げられた。ソーラーオービターは、 水星の近日点の内側の60太陽半径以内の距離まで迫って太陽を観測する0.9から 0.28au の距離の楕円軌道で太陽を周回する。ノミナル運用時の軌道傾斜角は25度であるが、ノミナル運用を終えて延長ミッションに入ると軌道傾斜角を34度に上げる予定。打ち上げ後、地球と近星の重力で軌道を変え、 打ち上げから3年半後に運用軌道に到着する予定。ソーラーオービターは太陽にかなり接近するため、機体の表面温度は520度 C にも達する。このため分厚い耐熱シールドで衛星本体を保護する。搭載する観測機器は以下のようなものである。ありがとうございます。